はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。ね、運気を上げるために、トイレに何かをしてるとか、あと、ね、金運を上げるためにそういう神社に行ってますとか、西の方向に何かをしてますとかさ、よく、ね、雑誌とかで食われていたりとかしてますけど、その時はやるんだけど、その1週間とか2週間ぐらい経ったら全然やらなくなるよねっていうのがたまにあるかなと思っています。まあ私はそもそもやってないんですけど、やっぱね、あると思うんですよ。家庭を持ったりとかすると仕事運っていうか家庭運を良くするために、なんだろう、キッチンをこまめにきれいにするとか、きれいにするというか、何かを置くとか、あと金運をね、上げたいに、ために、そういう神社に行ってお守りをどこそこに置くとか、常に持っとくとか、っていうのがあると思うんだけど、結局、それがさ、買ってっていうか、まあ、お守りとかそういうものを、もらっても全然あかんねえじゃんってなって、結局、その存在すら忘れてしまうとかね、あったりとかしてて、怒っちゃったりとかね。なんかそういうクレーマーみたいな人いるんじゃないかな。その神社さんとかのね、メール、お問い合わせメールとかさ、あるけど、お宅のお守り買ったけど、みたいな。家庭運が上がらないんじゃないとか、気運が上がらないんじゃないとか。でもまあ、ある意味あれってさ、気休めって言ったら怒られるけどさ、そういうのあるじゃん。上がったらいいなーっていう感じでやってれば、ね、なんかお給料以外になんかもらったとかさ、うん、そういうのがあったらすごく嬉しかったりするじゃない。まあまあ私もね、人のことは言えなかったりするけどね。うん、でもまあ何かをするかっていうと何にもしてないよね。まあもちろんそのお守りを買ったりとかするけど、じゃあそのために何か何かをやるかっていうと何もしてない。うん、したらしたでそれをさ、その癖つけっていうかさ、しなきゃいけないし、で途中でこう、まあ、なんかでさやらなかったりとかすると、あ、もういいやって思っちゃって結局何もやらないで僕っていう風にもなっちゃうし、一時期そのトイレの歌を歌っている人いたよね。5分とか10分ぐらい長いやつ。まあトイレに神様がいるんで、きれいに常にきれいにしとくと恋愛運がいいとかさ、金運が上がるとかっていうふうに言われてたけど、今でもそれが流行ってから、それが流行るというかさ、それがまあね、いい曲だっつって、いろんな人が聴いていたりとかしてたけど、じゃあやってるかっていうと、やってない人もいるだろうし、あ、そういう曲もあるのねって、そういう、なんだろう、言われというかさ、やればいいのねって。なんかそんな感じがする。うん、まあ、あくまでもこれは私の意見なんだけどね。まあまあ。
何かしてるかな。何もしてないんだけどね。意外にそういうのが、なんか良かったりとかするかもしれない。期待値を上げちゃってる部分が あると思うんですよね。そういうの。運気を上げるとかって。うん。まあ、お守りをね、買ったからといってさ、運気が上がるっていうのは、まあ、気休めって言ったら怒られるけどさ、うん、上がったらいいよねっていう思いをすればいいんだけど、期待しすぎちゃって、あの有名どころのね、金運といえばここの神社とかって有名だったりすると、期待値がすごく上がるじゃないですか。その絵馬なんかでも、あの宝くじが50万円当たりましたとかさ、書いてあって、じゃあ自分も当たるんだって思ってお祈りをしたりとかさ、お守りを買ったりとかしてて、数ヶ月後にはすっからかんっていうかさ、何にもねえじゃんみたいな、あのどこそこの神社に行って お参りしたけど何にもないじゃんっつってボロカスに行ってしまう人もいるだろうからさ、それはないよねっていう。まあ努力も必要だと思うんだけど、その宝くじを買い続ける努力というかさ、そういうのもあるし、うん、どうなんだろうねって思いました。はい、以上です。それでは皆さん、さよなら。